チャンネル。よっ。こんにちは。んちゃ。んちゃ。アラレちゃんっす。大好きだった私アラレちゃんって呼ばれてたんです昔。そうなんですか。はい。昔こうやってあのツインテール高く結んで、赤い眼鏡かけてたんですよ。小学校3年生の時。目悪いですよ。目悪いですよ。目悪くてレーシックして、もう今 1.5 です。もうドチンガンだったね。 0.0 いくつみたいな。でっかいやつ見えないですよ。じゃあでっかいやつじゃないですか。あのなんかこう白が剥がれて一番でも見えませんでした。もうずっと、もう何年だろう、8もっとかもしれない、8、10年ぐらいずっと 1.5 保ってます。遊びすぎて目悪くなったんですか。違います、勉強のしすぎかもしれないですよね。ねって、ね、って言われてもね。あのそうですねとも言いづらいし、違いますとも言いづらいし、あの超ゲーマーでした。レーシックって怖くないですか。あの、でも怖くなかったですよ。目開けとくでしょ、見えてるでしょ。はい、目開け、だってこうやって目こうやって固定されてレーザーでビーってやるんで見えてるでしょ。はい、超感動しますよ。ああ、もう何も見えない状態でコンタクトとかもしてないんで、こうわーってやるじゃないですか。ああ、終わって、じゃあ目開けてくださいというか、じゃあ終わりましたよって言われて、あそこの時計見えますか、何時何分って見えるんですか。ああ、超感動しますよ、本当。目いいんですか。目いいですよ。いいんですよ。見えてるです。すごい長っ。さすがですね。すごいですね。話がおかしくなるから見えます、はっきり。どこまでも。でもなんか毛穴とか見られてそれ怖い。2.0 やると、わー、え、すごい。ね、はい、目いいです。さすが、なんかスポーツ選手すごいなっていう感じですね。そうですね、まあ、悪い人は悪いと思いますよね。目もいいし、虫歯もないし。はい、虫歯もないんですか。はい。まあ私もないですけどね。健康ですし。はい。やっぱりロッテのガム食べてんでね。きちんと。さあ、ということで、はい、キャンプ見てきた話で言うと、はい、あのいい選手をね、皆さんに伝えたいんで、うん、ね、本当に良かったなと思ったのが、はい、中日の梅津、はい、はい、ピッチャーズ、はい、やばかったです。もうブルペンで後ろから見たんですけど、はい、ビビるぐらい球速かったですね。いや、球速が何キロ出るか知らないですよ、はい、うん、でもその向かってくる感じが、はい、これは、はい、怪我なかったら15勝ぐらいするんちゃうかっていう。へー、あそこまで良かったですね。でしかもなんか練習方法もブルペンで、はい、受けたらすぐ投げて、はい、受けたらもうすぐ、もう取ったらもう構えて入ってるみたいな、はい、それ何の練習、テンポよく投げる練習ですか。で投げたんで、はい、その関係者の人に、はい、あの、あれって何の意味があってやってるんですか、うん、って来たら、まあ多分だけど、その人、はい、あのリズム感出すのと、うん、あとはその心拍数を上げた中での正しい動きができるようにっていうのも入ってるんじゃないのかなと思いますみたいな。へー、だからちょっとあの本人に聞こうかなと思って、うん、あの聞けなかったんで、はい、だから今後会う機会があったら、はい、あえて何の意味があるのかなと思って、うん、でもひょっとしたらいい練習なんちゃうかなと思いながら見てたんですけど、はい、でもまっすぐ速かったですね。へえ、それって球速が、まあ、出てるか出てないにしても速く見える球ってあるわけじゃないですか、うんうん、それって何が違うんですか、球のキレってことですか。何なんでしょうね。まあ、感覚ですね、もうこれも。そうですよね、もう素人には分かんない感覚なんですよね。だってひょっとしたら違うと見たらそんなに速くないと思うかも分かんないじゃないですか。ああ、そっか。大学の時に、はい、あのまあ、肩とかあの怪我もあって一勝しかしてなかったんですよ、はい、だからあのドラフト1位では選ばれなかったんですけど、うん、だから甲斐の、はい、で上茶谷、はい、この梅津っていう、はい、もう東洋3人のピッチャーの中で、うん、ひょっとしたら、うん、15勝いくんちゃう、怪我なかったら。だからまあそこに怪我があったから、はい、与田監督に聞くと、もう肩とかも心配ないし、はい、今のところ順調に来てるって言ったら、はい、まあ、あんまりね、はい、急ぎすぎてね、なってもあれですけど、15勝いけるんちゃうかっていうぐらい、もう今年いけるんじゃないかぐらいの、うん、去年もでも終盤結構勝ってたんですよ、はい、あの怪我があって、前半で遅れたんですけど、終盤めちゃくちゃいいピッチングしてたんで、はい、期待はしてたんですけど、その生で見て、これはやばい、はあ、エースなれるんちゃうかっていうぐらいの、まあ他にね、柳とか小笠原とか、はい、ね、もちろん言いますけど、はい、大野とかね、はい、開幕当初は大野みたいなんですけど、はい、あのこれはすごいなっていう。じゃあ本当にローテーションの中にはじゃあきっちり入ってくる感じですね。いや普通に、もう普通にいったら入るんです、うん、もう普通にいったら間違いなくね、うんうん、そういったところで、はい、
中日のね、評価がもううなぎ登りっていう、ね、もういつも言ってますからね、今年の中日は強いって、うん、だってもうそれ見てっていうのもあるですね、うん、はい、どうですか、そのピッ梅津投手がまあいいっていうのもあり、野手のイメージとかもどうですか、勝ちとか、うん、まあ、そこら辺は普通ですね、やっぱドーンって入ってくるのじゃないか、やっぱりそっか、まあ、見ててドーンってくるものが、そうそうそう、よく言ってらっしゃる、普通にいいぐらいじゃない、あ、なるほど、そうか、ドーンってくるんじゃないと、やっぱり、はい、そうなんだか、普通にいいだと思う、全員だから、まあ、普通に、どこも普通にいいわけですよね、そう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 、もう衝撃、めっちゃいいやんっていう人しか紹介しないです、この今の時期は、はい、そんなもう名前とか、はい、そういうの踊らされないです。うん、じゃあ、まあ梅津投手をガーンって来たわけですね、めっちゃ来たっすね、うん、あとはですね、はい、西武、はい、あの秋山の後釜、はい、見つけてきました、はい、川越選手っていう、はい、調べてください、川越選手、はい、またね、こうシュアーな打撃でね、良、はい、かったんですよ、見た時に、はい、だから、まあ、関係者によるとひょっとしたら秋山がいなくなって、その秋山選手の穴を埋める存在になるかもしれないっていう、はい、川越誠司選手、はい、期待値が2015年のドラフトに、はい、北海道札幌市出身、結構バットコントロールも良かったし、はい、まあ、これがね実戦になってどれだけ、ね、こう対応していくかですけど、うん、一軍では出てないんですか、出てないのかな、はい、でしかもこれは他球団のコーチが言ってたんですよ、はい、ひょっとしたらあれは秋山なんて頭になるかもしれないっていう、はい、他球団のコーチが評価するってすごくないですか、そうですね、はい、他球団から見てもあの選手いいなと思ってるってことですよね、であのウィンターリーグ、はい、去年の台湾で行われたウィンターリーグでも、はい、多分一番成績良かったんですよ、トータルでいうと、はい、だしひょっとしたら、はい、センター川越ってなってるかも、私の静岡高校の後輩で鈴木翔平選手っていう選手が西武にいるんですよ、はいはいはい、その選手もね、こう外野で秋山選手の後釜にならないかなって私はすごい期待してるんですけど、どうしてんのかな頑張ってるかな親戚かでも地元一緒ですから、親戚ゴンっていうのは入ってこなかった、すいません、ですか、すいません、どうしてるかな、頑張ったら見てください頑張ってるかなだからそこは、はい、ひょっとしたらね、はい、だからオープン戦始まっても注目していきたいですよね、はい、そうですね、はい、であとはですね、はい、ソフトバンク、はい、あの今年期待の若手でリチャードを言ったじゃないですか、はい、いや、バイクででかかったです、だからもう今から WWE 行っても普通にプロレスで行けるぐらいのもう戦える、いや全、はい、でかくないっていうぐらい、はい、でかすぎひんみたいな、で顔は結構ちっちゃいんですよ、はい、もうここアメフトのショルダー着てませんよねみたいなもうつけてんじゃないかぐらい、えぐかったです、でかさにびっくりしましたね、はあ、そんなに、はあ、つながりちゃんの選手、はい、まだ育成なんですよね、そうまだ育成です、うん、であの A 班っていう一軍のキャンプで最初いて、はい、うん、あのやっぱりなんていうんですかね、あのいろいろ取材すると、はい、あのちょっとまだ気持ちがゆったりしてる部分があるから、はい、一軍に入れて、その一軍の厳しさを味わって、はい、ここが変わってほしいって、そしたらもっと良くなっていくからっていうので、A 班に入ってるらしいですけど、はい、だから まだ育成ですからね、試合感にならないと一軍には出れないですけど、まあ、注目度は高いですね、はい、そこまでの大きかったらパワーすごそうですよね、やばいです、まあ、でも、うん、あの柔らかいんで、はい、バットコントロールとか、はい、だから小さい力で大きいパワーも生み出せるし、そういった面ではね、もう試合感になった時は、だから試合感になる時は一軍来る時ですね、はい、なるほど、あともう一人ね、はい、いました、育成でどう偉いのか、お育成、また育成でソフトバンクの育成すごいなどう偉いのはね、うん、クロセっていう選手がいるんですよ、クロセちょっと調べてください、はい、これがまたバッティング練習えげつなかったですね、もう振ったらホームランみたいな、クロセポンポコポンポコポンポコ、体もでかいし、はい、でさと注目だよってね、クロセ健太選手、はい、22歳181センチ、90キロ、2015年のドラフト5位です、そうですね、1回試合下で入って、はい、で育成になって怪我とかなったんですね、でまだ今育成ですけど、はい、バッティングもピンポン球のように飛んでいってましたからね、へー、あ、大きいですね、めちゃくちゃでかいですよ、うん、でしかもなんか守備とかも、はい、こうハンドリング柔らかいらしくて、はい、いい形で、まあ、サードとファーストって言ってたのかな、へー、
だからそのリチャードとこの勝負ですよね。そうですね、2人とも。ああすごい、体格いいですね。いやもうあのソフトバンクの2軍の練習、はい、野手ほぼ全員フルスイングなんですよ、強いスイングして、はい、でしかもそれでしっかり当てて飛ばしてるっていう、はい、そりゃすごいなって思いました。なかなか一軍でもレギュラークラスぐらいしか見えへんようなバッティングの練習の仕方が育成選手とか2軍3軍がみんなやってて、だそれはそう伸びていくなみたいな。へえ、あれ2軍すごかったな、ソフトバンク。なんか2軍の練習見てる方が楽しかったもんな。そう、いやそういうのってなかなかないんですよ、はい、うん、1軍より2軍の練習見てる方が楽しいみたいな、はい、そう思わせてくれる練習の姿勢とかね、はい、あとはまあ結果とか。確かにその人材とかもやっぱりそのスター候補っていうのが揃ってるわけですもんね、うんうん、だから出てくるかどうかは知らないけど、はい、でもこれはやっぱりなっていう。だからやっぱりソフトバンクの育成ってそういうなんかまあ言ってたじゃないですか、うん、まあ、一芸に秀でた選手とか、うん、やっぱりそう特徴のある画体がよくてパワーがありそうな人とか足がめちゃめちゃ速い人と か、うん、だかそういう人たちがいるんでしょうね、うん、目に留まりやすいような。アラケルで何も知らない方が逆にいいって言ってました。これから直していく、もうすっと教える、もうすんなり教えれるから、はい、ゼロの方が、はい、ゆっくりキャンバス真っ白の方が、うん、そっから色つけて教えていけるから、はい、あの一系に引いて出て、そ他何も知らない方が教えやすいって言ってました。逆にでそっから仕上げていけばいいからっていう、できないことは。これアナウンサーの世界にも通じるところがあって、こう読みを練習しすぎててめちゃくちゃ癖がついちゃってる子っているんですよ。そういうのより声はすごくいいけど読みがまだ全然何もできない真っ白の人の方が採用されたりとか、っていう。どっちだったんですか。私はあの別に何もいいところが多分なかったと思うんですよ。ただあのこれ本当後々聞いたんですけど、私なんかあのなんていうんですか、素直そうでなんか愛嬌があったからみたいな、そんな感じで採用されたって言ってました。私あのギリギリ採用されたらしくて。そうなんですか。はい、私同期3人いたんですけど、もう2人のが先決まって、うん、この3人本当はいらないって言われたらしいんですけど、うん、私なんかギリギリ、まあ、誰かがなんかやっぱこの子いいって言ってくれたらしくて入ったらしい。まあ入ったらこっちのもんですからね。いやそうですよ、何位でもね、はい、ドラフト7位でもドラフト1位でもね、はい、育成でも入ったもん勝ちですよね。私だと育成ぐらいの感じで入ったかもしれないです。育成ですか。はい、じゃああれですね、選抜、はい、世界に羽ばたけっていう。イエーイ。育成から這い上がりました。まあだからそういうのもね楽しいですよね、そういう見方してて、はい、その2軍とかもね、そういう競い合ってて、はい、こう一芸で取ってきて、その一芸を見るのも面白かったですね。はい、だから苦労して、うん、でだからヤクルトね、長谷川も元ソフトバンクの育成ですからね。あ、そうですね、そう考えるとね、いやソフトバンクの育成が本当にすごいってことですよ。だから逆に育成もすごいけど、はい、試合感もいいのがいるから外せないパターンもありますよね。あ、いいけど枠がないないっていうパターンもあるんですよね、うん、どんだけ層が厚いんだって話ですよ、ね、はい、だからもう育成解除したやつ取っていくしかないですね。そうですね、あのチーム他のチーム育てるために取っていくっていう、ね、まあでもそういうのを見ながらね、またオープン戦とシーズンに向けて楽しんでいきたいですね。はい、はい。